もっと聞いてね MBS 福本慎吾の京都ビビビ京都が大好きな皆さんこんばんは MBS アナウンサーの福本慎吾ですこんばんはトリームツコです福本慎吾の京都ビビビ生放送で2ヶ月に1度放送している京都が大好きな人のための番組ですはいそうですまあ今年初めてということになりますねそうですねでももうすっかりもうね、うん、お正月気分は抜けましたがはいはいお元気でしたか お元気でした。そうですか。お兄さんもお変わりないようでよ。元気にしておりますよ。ね。はい。二か月に一度というのは。 結構長いようであっという間に来るみたいなねそうですねす確かに皆さんもなんか感想いろいろいただいてるんですよありがとうございます京都市この上行区の方ですね、うん、知恵さんとお読みするのかな、えー、西陣の散策私自身西陣に住んでいるんですが、うん、知らないことが数々ありました<う>私の知的好奇心が満たされました<ー>これからも一生懸命聞かせていただきますありがとうございますなんて嬉しい た西陣のね,ね、はい、応仁の乱五百五十年の時のお話です <laughs> なるほど応仁の乱からね、うん、本当そんな時が経ちましたか先の大戦から、えー、こちら京都府の久組山町でございますが佐藤子さんか智子さんでしょうかね、はい、京都の情報を聞かせていただきとっても勉強になります住んでいても知らないことが多くてこの放送は最高ですというふうにいただいておりますありがとうございます、まあ、京都の方からもご好評をいただいているようでございます、うん、よかったですあの京都歩いてと思うのが 東大元暮らしってこういうことやなと。あ,あ、元暮らし。はい、あのー、うん、やはり近くにあるから、気づかないとか。ね。 近くにありすぎてそれの重要性とか歴史性を意外に知らないいやでもそれって羨ましい京都行くと歩いてるだけで楽しいもんねん私たちはね京都出身じゃないものからすると、うん、こんなすごいものがいっぱいあるのになんで京都の人いかへんのやろうって思うことがよくあるんですよね私も高校大学京都だったので、うん、ちょっとね、うん、そういうふうに大事なものがありすぎて気づいてないこともあったんですけども、うん、まあ年齢的にもその頃興味のないものもいっぱいあったしね,ね川原市ばっかり行ってましたからね、うん あの最近思うのがこんな大事なものをすごいものがいっぱいあるわけですからこのビビビでお伝えしたいなと思ってやっていますはい。今日も1時間9時までいろんな情報をお伝えしますのでどうぞ最後までお付き合いください一人でも京都のコーナーこのコーナーでは一人でも行ける京都の行事やスポットを私が取材してご紹介しています一人でも行動するヒ人リストを応援していますはい このコーナー一人でも京都ではあるエリアを歩いて楽しんでもらえる内容にしているんですが、うん、今回は今回はあっちこっち行きますああそう今日のテーマはこちらです一人でも京都16社主因巡り、はあ、最近流行ってるらしいね特に女性にあ,あそうはい。うまあ、ご主因と言いますと神社やお寺にお参りした、はい お礼という形で、ええ、そちらのご住職の方とかになな字でで書いてもらうものなんですよねすごくおしゃれな御朱印帳などもあるので売ってますよね,ね<ー>最近ね御朱印ブームはすごいんですけども面白いよねなんか女性がみんな若い女の子が回ってるっていうのがすごい面白いねんけど、はい、ねなぜにやろうねいろんな御利益が欲しいんやなーってね。 あの皆さん思ったことあると思うんですけど京都にはいろいろな神社あるなと、えー、歴史が長いのもあれば個性的なところもあります今回ご紹介する京都16社主因巡りはどちらかと言いますとですよ世界遺産とか観光ガイドブックに載っている有名な観光地の神社ではないけれども 新春のこの時期に京都のさまざまな神社のさまざまなご利益をいただくことでよい1年にしてもらおうということで<ー>最初昭和51年に14の神社で、うん、平成9年1997年に16の神社でスタートされましたあなるほどいやでもなんだかんだ言って結構長い歴史ありますね。 昭和16個あるうち例えば、うん、この番組一人でも京都でも紹介したこともある、うん、サッカーお守りで有名な熊野神社はい安らい祭りで有名な今宮神社さんあとここだけ16個のうちここだけ京都市ではないんですけども、うん、長岡天満宮さんも入ってらっしゃいます。えー、この京都16社主因巡りは 1>, 1月1日から2月15日までに16個の神社の全ての御朱印を集めるとつまり全ての御利益をゲットすると記念品がもらえます。結構短い期間に 1> 1ヶ月半で すごいね、大変ですね。さすがに一日で行くのは無理です。で、絶対無理ですよね。<laughs> 記念品としてもらえるのが、その年の干支の置物がもらえます。今年は犬ですね。ワンちゃんですよ。順番はどの順番でも大丈夫です。うん、で専用の御朱印帳がもらえます。御朱印は一箇所三百円なので、十六、うん、箇所で四千八百円、うん。なるほど。となります。はい。今回十六社全部ご紹介したいところですが、さすがに無理なので。うん、はい。 南から北へ四つの神社をご紹介したいと思いますい何をピックアップしたんでしょうかまずは伏見区にある藤の森神社ですおよそ1800年前に創建され勝馬と馬の神社として有名です<ー>5月5日の藤の森祭りは勝負の節句発祥のお祭りと言われています<ー>特に、うん、この藤の森祭りの掛け馬神事が有名で お馬さんの神様として知られているので、はい、馬主、騎手、うん、競馬のファンの参拝が多いですあ,あのよくテレビのニュースとかでやってるあれかしらそうですね<ー>さらにエマ、はい、を見ますと、うん、万馬券獲得今年こそ黒字でと <laughs> 京都競馬場に行く人がね はい必勝祈願でお参りされているのでよくわかる人だですね,でね,、まあ、ね。はいはいそらそうでしょう、はい、みんなね願いますわねそれね。ねうん、お守りをいただいてきました。はいいろんな種類あるんですけどもカチウマお守り、うん、鳥さんどうぞ。はい,いですね可愛いらしいちょ,ちょっと小ぶりの、うん、ねカチウマお守りとちゃんと刺繍で入っておりますがいいね人生カチウマ乗りたいね。<laughs> そっちですか。ええー 今からでもええから乗りたいねそういうのはね、うん、偉い人で実力ある人についていくのが一番ですねそうですねそういう勝ち馬もありますけども <laughs> デザインは黄色で白い馬が走っているお守りのデザインになっていますあ本当だ。うんとうだん、うん、これ持ってね京都競馬場で馬券とお守りを握りしめて <laughs> 頑張れ <laughs> もうすごいもう年明けからもう煩悩にまみれて <laughs> <laughs> 姿が想像できますよね、えー。はいはい。特に馬年の初詣は大行列になる富士の森神社です。そうでしょうね。アクセスは JR 富士の森駅から歩いて5分、京阪ですと墨染駅から歩いて7分、うん、京都教育大学のそばにあります。う 続きまして少し南に上がりましょう、はい、西王寺十条の吉祥院エリアにある吉祥院天満宮です<ー>吉祥院という字、はい、吉田さんの吉という字に、はい、示す辺に羊に病院の院で吉祥院吉祥院、うんはい。こちらは知恵と能力開発の神様ですへじゃあもう本当に今受験シーズンにおぴったりおっしゃる通りですねえ どういうことかというと、うん、菅原の道真さんが生まれた場所なんですああそうなんやまあ、それがだから天神さんなんよねそうなんです<ー>吉祥院天満宮は道真が亡くなって31年目にあたる年に創建されました<ー>道内にはあ境内には、はい、道真さんのへその王を埋めたと言われる塚がありますし18歳までこの場所で道真が過ごしたと言われています、うん、うんなるほど 隣には保育園がありまして、元気な声が聞こえてきます。非常にご利益のある保育園やなと思いますね。そうですね。いい子が育ちそうです。ここでいただけるお守りは能力開発、お守り、鳥居さん、どうぞ。ああ、能力開発してほしいよな。<laughs> 人間の脳のほんのちょっとしか、私はきっと使ってないんやろうなと、いつも思いますからね。はい。 はいって言ってしまいましたが、この曲玉のこのデザインなんや。んはい、曲玉が四つ飛んでるようなデザインのお守りですね。そうです、白いイラストなんですけども、そのように曲玉が描かれていまして、五色ありますよね。あ、五つや、五つ飛んでるわ、はい。白、赤、紫、緑、黄色の五色の曲玉が描かれています。能力開発守り、もちろんね、合格祈願の守りもあるんですけども、他には、うん、キティちゃんやマイメロディーや、さらにはグデ玉のお守りまでご用意されています。はあ。はぁ ああ何それはあのやっぱり外国の方が買われるのやはりお子さん向けですねお子さん向けあ、うん、ちっちゃい子も賢くなりましょうっていうことでお守りを買われるのから、ね、そうです交通安全もありますし<ー>小さいお子さんにもね神社に親しんでもらおうということであるようですよね、えー、そうですかはい吉祥、えー、院天満宮いろんなところに、ね、天神さん天満宮ありますけども道真さんが生まれたところに行ってみるというのもいいと思いますいいですよねどうしてもこうパッと 北の天満宮行っちゃうもんね。京都だとね。こちらいいじゃないですか。そうなんです。吉祥院天満宮。場所ですが、芝バの吉祥院天満宮前からすぐなんですが。一時間に一本しかありませんので、JR の西大子駅から歩くと十五分弱で行けます。ぜひ、まあ、歩くのがいいかなと思います。お出かけなってみてください。三箇所目です。北に上がっていってますよ。東山区にある阿波田神社です。 ウェスティン都ホテル京都の西側ああ、分かった。地下鉄の東西線の東山駅とケアゲ駅の間ちょうど間です両方とも歩いて7分のところにあります、はい、阿波多神社なんですけども、うん、歴史をたどりますとかつて京都都に入れる道は幹線道路の出入り口は数は少なかったんですよね阿波多口やそうです<ー>一般に 京の七口と言われて粟、はい、田口とか鞍間口とか、うん、丹波口という入り口があります、うん、その粟田口にある粟田神社で三条、うん、通りつまり東海道につながっているところなんですん京都から江戸に向かう時とかにね、うん、この粟田口を通って向かわれる東海道を行き来する人は旅の安全を願い、うん、道中の無事を感謝されたりする神社。うん、あ旅の なんかお守りを買いに行きたくなるようなとこってこと鋭いですねおっしゃる通りです、はい、旅立ち守護旅行安全の神様として知られているのでいろんなお守りがある中旅行守護のお守りを持ってまいりました鳥居さん、ね、どうぞ私も旅行行きたいな沖縄やろうなね、沖縄大好きなんで行きたいですけどあとあれでしょうねあの海外赴任される方とか、うん ご家族が買われたりするんでしょうねきっとね今日持ってきた旅行守護守りは一般的な旅行一般的な旅行また別があるの旅立ち守りというのがありましてあ、また別にあるんや個人的にいろんなことからね旅立ちたいそうというのもありましたが今日は旅行守護の方を持っていましたビニールでコーティングされているので雨などにもね、濡れても大丈夫なのになっていますのでまさに旅の途中に大事だなと思いますスーツケースとかにつけるのがいいんじゃない ですねい、ね、いと思うん、旅立ち守りの方もありますが今回は旅行しご守りをご紹介いたしました、はいろいろあるねんね本当に淡田神社は地下鉄東西線の東山駅か毛あげ駅から歩いてともに7分のところちょうど真ん中のところにありますしバスですと神宮道のバス停から歩いて5分ですので平安神宮の近くですねお出かけになってみてください、うん、歩いてもいいとこやねあの辺は。いいですね、うん、最後4所目、はい 倉間口駅すすぐのところにある五稜神社で下御稜神社というところもあるので、うん、通称上御稜神社とも呼ばれている御稜神社,、うん、神社なんですけども、うん、ちょっとと歴史をたたどりたいと思い思ます、はい、そもそも奈良時代の話になりまして桓武天皇さんが即位される時代です、はい、沢良親王という方が皇太子になりました、うん、平城京から長岡京へ遷都する時の話なんですけども、うんうん へえー、長岡京戦都の指揮を取っていた藤原の種次さんが暗殺されます<ー>沢原親王はこの事件に関与していたという罪を着せられて無実を訴えたんですが亡くなりますその時代天変地異や疫病がは流行ると、うん、まあ原因は 政治構想に巻き込まれて亡くなった方の。うん。祟りとかね。そう、怨霊というのがうう、ねね、原因で。はいはい、それを治める御陵信仰というのが流行っていました。なるほど。この御陵神社は、うん、平安戦都を実現した関武天皇が。うん、この御陵信仰で佐原親王を待つって、うん、魂を鎮めようということでできた神社で。うんうん 平安京の守護神としたことに始まっています。なるほどね。ということで、うん、出てくるお守りは。はい、心沈め、お守りです。<laughs> そういうお守りがあるの。<laughs> はい。へえ、そう、心沈め、そう、心沈めたいわね。そうなんです。日々ね。そうです。こんなお守りがあるとは知りませんでしたね。はい。 心をめててあななたたが持っんうそですこれはですね今年私の一番のテーマで小さなことにイライラしない引きずらないということでビニールコーティングされた手帳とか財布に入る方の紐のついていないタイプのね入れやすいそう2種類ありましてねい。あのあるタイプのないタイプがあるんですけど紐のないタイプの心静めを今回自分のお金で頂いてまいりました自分のようにねはい そうですね。小さなことでイライラしない。というこさらにね、去年の京都ビビの言いましたが、あの大仁の乱の発祥の地。最初の戦いが始まった場所が、こちらの五稜神社なんですね。上御霊、その行った方の。上御霊神社、まあ、いわゆる五稜神社なので。そこから始まったの。そこで、畠山家の家督争いの戦いが始まって、それが広がって、大仁の乱になったので。そういうところで、治めると。 そうですか。ということで、心静めの神社ということになっています。ええー、そうなんや。御霊神社アクセスは地下鉄の烏丸線倉間口駅から歩いて3分のところにあります。じゃあ、ちょっとなんかね、見事のある方とかは行ったらいいかもね。うん、そうですね,ね。心が静かになるかもしれません。はい さあ今回16社朱印巡りをやって今ですね6個行けたんですけども名前は聞いたことがあったり目の前を通り過ぎてた神社ばっかりだなと思いましたただどの神社も歴史やご由緒がすごいそうね調べてみるとさらにお守りが個性的そうですね 十六社全部御朱印集めまして、うん、今年一年最高のスタートを切りたいなと。そうですね。思っています。二、ね、月の何日までや。った十五日まで,ですあ。頑張ってね。はい。うん、ぜひ、これからでもね、始められますので。はい。いろんな服をいただきに行きたいなと思います。すね、ぜひ皆さんもやってみてください。一人でも京都のコーナーでした。さあ、一月も二十一日。この京都ビビビは二ヶ月に一度生放送でやっていますので。はい。この時期にピッ ぴったりな企画をご用意いたしました。でしょうもう2月に入る。この直前といえばバレンタインです。そうですね。バレンタインバレンタイン、うん、京都のバレンタインとは一体何だろうかと思いまして。うんはい、この時間、慎吾の極みリポートでは京都らしいバレンタイン特集をいたします。うん 京都のいろんな和菓子屋さんも洋菓子屋さんもバレンタイン商品作ってらっしゃいますそれはね皆さんそうでしょうただチョコレートに特化したものを今回は紹介したいなと思ってあそうか。チョコレート以外もあるものねそうなんです例まあコンペイトだったり和のスイーツもあるんですけどもあまバレンタインといえばチョコレートですのでチョコのあるものを持ってまいりましたまあ嬉しい大好きチョコレート鳥居さんにいろいろ今から食べていただきましょうはい 鳥さんもぜひ参考にしてください、はい、まず目の前にありますのは小杖という商品ですうーん。ここは抹茶、紅茶の3種類がありますまずは1つ食べてみてくださいあの大きさはうーんなんて言えばいいかな小枝ぐらい そうですね他の商品名で言いますと <laughs> 小枝チョコをちょっと太くした感じです、はい、あの、はい、ちょっと違う表現でいくとタバコをちょっと短くしたぐらいのあそうですね、うん、はい。これど,どれでもいいの食べてもいいの、はい、じゃあ抹茶食べます抹茶いただきます中は何かな中もこれチョコレートここで問題です、はい、さあ一体何でできているでしょうか ヒントは京都らしい食べ物が元になっていますなんだろうなんだろうサクサクサクっとしてるんです<う>食べた感じは、はい、で最後まで歯応えがある、うん、サクサクサクっとしてるけど、うん、最後までちょっと歯応えがある、うん、何これ正解はふですあ,あーおふっかー相談です うん、言われればそう思いました。今なかなか珍しい食感だと思うんです。はいお菓子では、うん、これはですね。ふふ不安というお店でできている商品でして、うん、あ場所不安っていうからお風のお店ない。そうなんです。そうなんです。うん、<laughs> ハンベーフというオフのお店が。 うん、新しいおふの食べ方を提案しようということで、立ち上げたブランドです。京都の京阪の清水五条駅の近くにお店があるんですよね。詳しいお店を夫婦不安の社長の玉置、まみさんに聞きました。もともと反米府というお店は1689年創業の老舗、うん、江戸時代初期そうです。うん、はい。 この不不不安は食の多様化の中でどうしたらおふを食べ続けてもらえるかと考えて和食以外で提案していきたいということでできたブランドなんです。うん、今回ここは抹茶紅茶を練り込んでふ、うん、を一つの棒状に伸ばして焼き上げました。し細,細くね？そうなんです。うん、その上にチョコレートをコーティングしたんです。いやま。 チョコレートとすごいマッチングいいと思いますよ。独特の食感でね<え>。でパッと食べた感じ今の鳥居さんの印象からすると、ふっ、うん、というのはわからない。わからない。そう言われなきゃわからないな。でまた味がね、京都らしい抹茶を選んでもいいし、はい、紅茶を選んでもいいし。紅茶食べてみようっと。いいことですね。うん。うん。紅茶と言われれば紅茶。 <笑><笑>ミルクチョコレートと言われればミルクチョコレート。あ、まあ、面白いですね。おい、うん、しいでも、うん、とってもおいしいです。お値段は一箱税込み756円で20本くらい入っているということです。くらいくらい。いうん、うん。お店もしくはホームページでお取り寄せができます。うん。一個一個箱に入っているのね、味が。そうです。抹茶なら抹茶。はい この三三つが一緒に入ってるわけじゃないそうなんですよねですので三つとも買った方が楽しめそうですね味は比べてみると面白いと思います美味、うん、しいさあ続いてご紹介しましょう、うん、次はこれから紹介する二つはですね JR 京都伊勢丹のイベントで買うことができる商品です、うん、どうですかはい。まずは消防員八橋総本店のシュクレカネールルージュという商品です、うん、なんだそれ ヤツハシをもっと身近に食べていただきたいという考えでヤツハシを薄く焼き上げて巻いたカネールを考案されましたこれはい、これヤツハシそうですへえ、なんかあの紙巻きタバコって感じやなまたまた棒状のねサイズなんですがそうかこれまた上から紙巻いてあるんや茶色の紙をね巻いているんですがこの中もこれヤツハシうんあ、そうかそうか な四つ端をくるくるくるっと巻いて、うん、ポッキーよりちょっと太めそうですね,ねまた表現が違うかもしれませんが<で>タバコぐらいのサイズです <laughs> あの女性が吸うタバコぐらいね細いタバコの方、ね、えどういうことですかがまああの、うん、スナックのママが吸いそうなタバコのサイズやと思っていただければいいそれにチョコレートがこうコーティングされてて。はい 持つところはチョコレートがついてないヤツハシだけなので、うんはい、ポッキー形式やね。そうですね。鳥さんよくお似合いです。いただきます。うん、ヤツハシ、ヤツハシのあの日記の味がするする。チョコレートはどんな感じですか？チョコレートもすごい何て言うの？サクサクサクってしてる。美味<あ>しい。あでも。 ヤツハシってでも何にでも合うなこうやってするとヤツハシは僕は普段コーヒーと一緒にいただくことが多いんですよ硬、うん、いヤツハシそうなんや、うん、結構それが合うと思ってるので<ー>もちろん緑茶にも合いますしうん、うん、何でも合うんだなというお菓子なんですがです、ね、チョコレートともすごく合いますそうなんですよ面白い普段はシナモンとコーヒー味の二タイプなんですが、うん、このバレンタイン限定ではカーネルルージュを 限定で販売されます。もう赤色をしてるんですよ。うん、その八つ橋の部分が。はい、カーネルルージュ。そうです。もともとは。この専務取締役のお母様が。うん、カーネル、カネールと失しました。カネルとチョコレートの組み合わせを試されていたんですよ。カネールって何。カネール。<laughs> カネルって何。シナモンです。シナモンのこと。 とチョコレートのこの組み合わせを考えていらっしゃって、うん、それでたどり着いた商品、うん、八橋でできるやんそそうそう,そう,そうもともとシナモンが入ってるわけだからねそう,そういうことなんですということでできた期間限定の商品が、うん、今回今食べていただいていますシュクレカネールルージュという商品<ー>バレンタイン限定です,りす繰り返しになりますけども、はい、JR 京都伊勢丹のこの時期限定バレンタインの限定です、うん、面白いこれは 京都で買ったっていうのがよく分かっていいじゃないですか。そうなんですよ。うん、そして木の箱に入っていて、十本でお値段は税込み二千七百円、うん。うわ高級。本命チョコにぴったり。いや自分チョコやろ。<laughs> 自分のために買うよ私は。<laughs> うん買う買う。美味しい。美味しかったですか。じゃあ続いていきましょう。はい、こちらも JR 京都伊勢丹のイベントで買うことができる商品です。さとみ by 亀屋吉永の キューブチョコレート小餅です、はあはあ、亀屋吉永さんというね、はい、1803年創業の有名なお菓子屋さん<ー>そこの新しいブランドです<ー>パリの二つ星レストランで経験を積んで和菓子の世界に飛び込んだ藤田さとみさんが作る商品です<ー>お餅にメレンゲを加えることでふわふわのマシュマロのような食感になっていますお餅にメレンゲ、はい

どうすかこれはちょっと食べたことのない食感ですね柔らかい柔らかいけど、うん、口の中でブヤーンって広がるええブヤーンうん何て言えばいいんやろ気持ちいい感じあめちゃめちゃ気持ちいい感じあのねもちろんだからお餅な感じもするし、はい、お餅がビヨーって伸びるでしょはい、はい あれに、あれがもうちょっと早く切れる感じかな、言ったら <laughs> なんていう意味やろ切れる感じそう、あれビヨーンって伸びるでしょすごく伸びあれる。もうちょっと早めに切れるかなって感じかなうもうすごい柔らかい滑らかな口当たりですね他のものでは経験できないな,感じあないね、これだからお餅にそのメレンゲを加えて、はい、こんな感じの口当たりになるんやなっていうのがちょっとびっくり すごい商品が出てきました。ですね。はい。いろいろ試してみられるんやな。ふわふわのお餅にホワイトチョコレートか、うん。フランボワーズチョコレートを包んで。氷餅をまぶしたそうです。氷餅、うん。はい。<ー>氷餅というのは、お餅を水に浸して、凍らせて乾燥させ。うん、それを細かく砕いて、まぶしているんです。うん、ああ、へえ。そうそう、外側はちょっと固めなの。うん、でもすぐ。 中はもうふにゃふにゃやんな。ああ、触ってても柔らかそう。めっちゃ柔らかいよ。でも外は乾いてる感じやんな。なるほど。面白いね。すぐ溶ける感じはなさそうですね。うん、大丈夫大丈夫。手に手でにチョコレートがつく感じはない。いいですね。食べやすいですね。<laughs> びっくりさせたいときにいいですねいいですね,ねがチョコレートだとはなんかみんなピンとこないかもしれない京都通の人でも知らない可能性も高いと思いますうん、うん、面白い。こちらお値段は、うん、ホワイトチョコレートとフランボワーズチョコレートのセット8個入ってて、うん、税込み864円ですちょうどいい感じですねはい見た目も綺麗ですよ白とピンク色なので、うんうん、とても綺麗ねねうん。 さあ今ご紹介しました先ほどの八橋総本店のシュクレカネール・ルージュとえ里見梅ながらの「 キューブチョコレートこもちなんですが1月31日から開催される JR 京都伊勢丹のイベントサロンデュショコラで買うことができますあまだじゃあ開幕してへんねんねそうなんです八橋さんは1月31日から、はい、亀吉永さんは2月5日からとなりますがな、うん、くなり次第終了となりますのであ早めに行かないとお早めにうん。こもやらな並んで買わなきゃ頑張ろうと さあ続いては、はい、京都高島屋のイベントで買うことができる商品です高島屋さん行きましょうトショウアンさんの全材ショコラリッチユズです<ー>都に松になんとかあんさんのあんと書いてトショウアンさんの商品なんですが、うんうん、濃厚なベルギー産のチョコにトカチさん小豆の全材を加えたあんこ屋さんが作るオリジナルショコラです<ー>そこにユズを効かせましたへえ どっちこれ、はい、これよねそうです四角い方ですこれ切ってくださったのかなそうです切りました長い割りと棒長方形の長方形の棒状なんよねね、はい、それにおスライスしていただいてますいただきますでも中にあのあずがわかるうんうん <laughs> あ美味しいしみじみあのあず好きにはたまりませんね。<laughs> そして柚子がよく聞いてます。あずきとチョコレートと柚子を合わせてみようって思いはるんがすごいよね。確かに。すごい合うよ。どれも特にあずきも柚子も和のものじゃないですか。京都らしいもので、でユズもあずきもこのパッと見たチョコレートの色に負けてしまっているのでわからないです。見た限りは見た感じはね、うんチョコレートって感じ。でも食べたらその存在感が出てくる。 出てくるすごい出てくるもうゆずめっちゃ効いてます効いてますうん鳥居さんの食べ方がねすごく落ち着いてる、うん、落ち着いてるうん、なんか落ち着くわこの味みたいな <laughs> まあこの年やからちょっと落ち着かな美味しいわあの本当にぜんざい食べてるみたいな気分になるわ <laughs> <laughs> なりますなりますとし徳んさんのぜんざいショコラリッチゆず、うん、お値段は税込1381円ですうん 棒でで結構長いいんんやったらお安いんちゃうそ,そうですね、うん、家族や友チョコとして食べるのもいいんじゃないでしょうか、うんうん、さあ最後はお酒大好きな鳥居さんにおすすめ「うん、ダリ・ケイ」と佐々木酒造が作るカカオが香る「今日の酒トリュフ」です。 お佐々木酒造さんでございますか。はい、あの俳優の佐々木蔵之介さんのご実家ですね。そ,すねそこと京都の人気チョコレート店のダリケイさんがコラボして作った商品です。うん、佐々木酒造の大吟醸酒、聚楽第をチョコレートに溶かしています。うん、お召し上がりください。これも三色ありますよ、抹茶と、うん、なんかミルクチョコポイント、ダークチョコポイント。はい。めつある。ダークいきましょう。ダークですか。いきますよ。 あ丸いトリュフですはい、はい、形はねうん、うん、もうねすごい滑らか、うん、柔らかいそしてお酒が効いてます、うん、ほんと口の中に <laughs> 酒かすの匂いのような <laughs> 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 あのかす汁を飲んだ時のにうような匂いが、はい、ふわーっと お土産で大人気のね大吟醸酒のジュ台使ってますから、はい、そうですね酒カスって言った失礼やった吟醸 <laughs> <laughs> 酒やったね大吟醸酒大吟醸酒やったね大吟醸いまいやいや美味しい美味しい、うん、大好きやねんか汁お値段は6個で税込み2700円うん。これもお酒大好きな方にはぴったりの商品ですそうですねいやもうみんなすごい個性あるわもうチョコレートなんてなんか一口で言えないこれみんなそうですね すごい個性あるね<え>チョコレートともうほんと一言で言ってもいろんな観点からのこだわりからのチョコレートを作ってらっしゃるんだなとすーっごい皆さんこだわってはるね さあ今ご紹介した商品なんですが、うん、トショーアンさんの全材ショコラリッチユズは1月31日から、うん、京都高島屋地下の和菓子売り場メーカー百選で期間中に限定50本だけ販売されますそんなちょっとなんやで、ダリケイさんと佐々木酒造のチョコレートは1月24日から高島屋のイベント、うん、アムールデュショコラで買うことができこちらもなくなり次第終了です、うんまあ すごいもう私このチョコレート好きにはこの季節はたまりまりせんそうですねこの季節しか出ないものがいっぱい出てくるから、はいうん、はあもうどうしよう忙しいわ<え>いろんなとこ行って買わない <laughs> ほんまにこの機会に鳥居さんも京都のお店に出かけてそうです、ね、いいチョコレートお気に入りのチョコレートを見つけてください、はい、ね本当美味おいしかったです皆さんありがとうございましたさ今日はですねこの番組プレゼントお このコーナーから出ることになっていますいいですねどれやろな詳しくは今日の番組のエンディングでお伝えしますので<れ>最後までお聞きください慎吾、うん、の極みリポートでした慎吾のビビビッときたぞ生放送でお送りしています福本慎吾ゴの京都ビビビはい。このコーナーでは私がビビビッときたことを紹介しています何でしょうか去年は大政奉還150年 ということでいろいろ紹介してきました。そうでした。つまり今年は明治になって150年です。はいはいはい。京都での非公開文化財特別公開キャンペーンの今日の冬の旅って毎年やってますよね。うん、ね。その今日の冬の旅も今回明治150年が注目されています。うん、今年は明治150年話題のあの人にビビビ。話題のあの人とは？ いろんな人いますよね。幕末に、ね、活躍した人はたくさんいますよね。たくさんいます。はい。お好きな方も皆さんそれぞれだと思います。そうでしょう。鳥さん、今ね、はい、日曜日の夜8時38分です。はい、うん。何が言いたいかと言いますと、<laughs> ああそうかそうか、うんあ。今やってることね。ああセゴドン。セゴドンね。はいはい。はい そうなんですよ。ね、皆さん、今ラジオ消さないでね。そう。今、今それ見ても遅いですよ。今週ね。もう再放送見てください。そうなんです。忘れてたって言って、公共放送をつけないでください。何が言いたいかと言いますと、セゴドン、明治百五十年ということは、西郷隆盛さんの京都のゆかり物地もたくさんあるんじゃないか。ありますあります。あの方も何回も上落してらっしゃいますからね。ある意味、この京都ビビビが。はい。 セゴドンを先取りしてしまおうとどう先取りするの京都のゆかりの地を先に紹介してしまうなるほどなるほどそうですよまだストーリーはそんなとこ行ってませんから大、ね、河ドラマはまだ始まったばっか 鹿児島におりますもちろん薩摩におりますまだまだ先に京都のねセゴドンがはいこの後行くであろう場所を紹介しようというのが企画でございますまあつまりカチュマン乗ってるってことやなつまりはん違う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 あらカチューマン乗って行こうよ民放が公共放送に挑んでるだけですさあまずは最後高森さんを簡単に紹介したいと思いますはい 西郷隆盛は薩摩藩の下級武士の家の長男に生まれまして、うん、薩摩藩主の島津斉彬の目に留まり抜擢されます斉彬、うん、は海外の情勢を積極的に収集していまして、うん、西郷さんは強い影響を受けましたが斉彬、うん、が亡くなると失脚し、うん、島流しなどにされてしまいます,そ,す、ねはい、その後過労の、うん 小松立脇や大久保利実の後押しで復帰し活躍します。例えば薩長同盟の成立や王政復古に成功し、戊辰、ねうん、戦争では巧みに主導しました。そうですね、一方で江戸総合攻撃を前に勝海舟らとの降伏交渉に当たりまして、うん、江戸無血開城を成立させたと。そうですね。はい。はい。 そして明治維新になりますと新政府の役職に就くなどしたんですけども大久保利通と対立して板垣大輔らとともにゲアします鹿児島に戻った西郷,西郷さんは西南戦争の指導者となりますが自害してしまうということなんです,ですね。 最後ね、しかし,し,かし、はい、死後十数年を経て名誉回復されたというエピソードになっていますね。今回このコーナーでは西郷さんの京都ゆかりの地を3箇所をご紹介したいと思います。うどこでしょうイメージ湧きますす全然わかんない僕もそうなんですよ、うん、取材するにあたりまして、はい、取材先の方はですねここに西郷さん来たことあるんやと皆さんおっしゃってたんですけども意外や意外と正直僕も思っていました。そう どこですか。まず一箇所目です。はい。清水寺。ああ、その清水さんにもお参りしはったんやろうね。ね、お参りもされましたし、<ー>よく行っていたそうです。お、お好きだったんですか。えー、明治維新、どうしようかなというのを議論されてた。うん、つまり、密談をされてた場所が清水寺なんです。おお、そうですか。へえ。 まず、清水寺も広いので、どこかということなんですけども、うん、配管料を支払う場所から本堂に向かって歩き出したところで、左に進んでいきますと、成就院という塔中寺院があります。はい,は,いは,いはい、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 はい。成就は恋愛成就の成就という字です。うん、そこに幕末月照さんという優秀なお坊さんがいました。うん、月に照らされると書いて、月照さんです。うんうん でこの月長さんという優秀なお坊さんは、うん、財政や幕府や朝廷との外交ななどを担当されている優秀な方だったんですねうん、うん、で幕末のお寺の経営がだんだん厳しくなる中、うん、改革を進めていったんですけどもうん、うん、真面目な方でお寺の将来考えていく中でうん、うん、この絵家の皆さんや皇族の方とつながっていって。 で日本の将来どうすべきかというのを考えていったそうですはい、はい、で幕末いろんな人が京都に来る中で西郷隆盛とも出会って、うん、いろんな議論をこの清水寺の常住院で密談をしていたそうですあ、うん、そうなんやへえ。薩摩藩はねこの英家とはねつながりありますからねそういうことなんですよ一般的に金農相、うん、つまりもともと天皇さんを っっっててらっしゃったお坊さんんとと言われいいることも多いんですが、うん、最初からそうではなくてお寺のことを一生懸命考えて人とつながることで明治維新を目指そうううとといううに考えたことがあるそそなんですねして西郷さんと出会ってどうしたかいろんな議論をしていって、うん、島津成明が亡くなった時に西郷さんが自害しようとしたことがあるそうですう、はいはい、で、その時にちょっと待って今からこれからじゃないかと言って止めたというエピソードがあります。うんうん しかし<い>その後安政の大獄という幕府の弾圧にあって、うん、追われる身になって京都を二人で出ていきましたうん、うん、すると薩摩藩にかくまってもらえず、うん、鹿児島湾で海に飛び込みましたああはいはいはい自殺しってんやんなそうなんです、はい、その時に月昌さんは亡くなりましたがそ,その時に一緒に飛び込んだ方かこの方が西郷さんは助けられたんです西郷さんだけ助かってんね はあ、今回今日の冬の旅のキャンペーンでは鹿児島湾で受水した時に身につけていたと言われる服などが展示されますええー、そうなんやなん西郷さんが着てはった服ってこと西郷さんと月少さんが、うん、あ両方着ていた服ということですね、えー、そんな残ってんのそうなんですへ<ー>こちら今日の冬の旅キャンペーン実はもう始まってるんですけど、うん、こちらの上住だけ1月27日からの公開ですはい でですのでまだ今すぐ行っても見られませんので、はい、私も実は今回ね見られなかったんですよ。ですので1月27日以降にお出かけになってみてください。とい、ね、うことで,すでこの常住院さんの外側になるんです、うん、つまりただで見られるエリアなんですけどもそこには月昇さんの自世の句と、うん、西郷さんが月昇さんの17回忌で読んだ漢詩の石碑があります。<ー>それを見ることがでできますので 西郷さんの悔しい思いというのもね、ぜひご覧になってみてください。今までもずっとあったんやろね。旅行通り過ぎててんな。そうなんですよ。申し訳ございません。さあ、そして清水寺の本堂を出て、はい、阿弥陀堂とか奥の院に歩いていきますと。うん、普通、音羽の滝の方に降りていきますよね。そうですね。 そこを降りずに、まっすぐ境内を出て行ってください。<ー>ここから先は清水寺ではないんですが、うん、舗装されていない道を7分ほど歩くと。聖観寺というお寺があります。はい、清いに、あの静か閑散としているという字の、観という字ね。聖観、うんうん、寺というお寺がありまして。うんうん、もう今はですね、も何も形は残ってないんですけども。うん、当時、そこにあった茶室で、密談をしていた西郷さんと、月商さんはされていたそうです。うんうん 今ではもう五条通りのそばなので、うん、車の音がかなりしますけどもうん、うん、当時まだ五条通りそこにはなかったわけですからうん、うん、かなり静かな場所だったんだろうな,とそうなんや。清水寺のさらに山奥の方に入って、うん、どんなことを二人で密談していたのかまあ、ね、見つからんようにねしてはったんでしょう,そ,うそちらのお寺も拝観することができますのでお出かけになってみてください。色々あるんですねやっぱりゆかりの地が まずは清水寺、特に常住員をご紹介いたしました。はい。二箇所目です。うん。こちらも有名なお寺です。うん、東福寺。うん、はい、東福寺さん。東福寺と言いますと七万坪という広いお寺です。そうですね。あの紅葉が有名な。そうですね。で、塔中が十五個もあります。うんその一つの側鐘院という塔中で。うん 倒幕計画を西郷さんと月昌さんは練っていましたああそ,そこにも月昌さんは登場するんやそうなんです仲良かってんねそうなんですよねうそうやね一緒に自殺しようとするぐらいやもんね即衆院字で書きますと 即興の即という字に宗教の宗という字で即衆院です、うん、でこのお寺即衆院さんは、うん、南北朝時代の守護大名島津宇寺久を弔うために建てられたあも,あもうじゃもうまさしく薩摩のお寺なんやそういうことですあなるほどこちら今回公開されている掛け軸がありまして<う>西郷さんの掛け軸です<う>ちょっと時代が後になるんですけどもほうほうほう 明治六年に政府の役職を辞めた西郷さんが宮崎で温泉に入り景色を眺めている <laughs> 私がこんなことしているなんてみんな知らないだろうねっていう内容が書かれた掛け軸がありますそれ,、A、それは西郷さんの A なの G です G だけか、はい、ああなるほど 西郷さんが書かれてるわけじゃないね西郷さんが字で書いてる字を書いてるだそうです。役職をやめてその後西南戦争を起こす前の話その掛け軸がこちらの即周囲に残されているんです西郷さんのモットーをここで知ることができまして敬天愛人と言いますなんでしょう天を敬い人を愛するうんうんうん 敬天愛人、うん、天の導きに従うことそして人を愛することを大事にされたまあね、はい、そうですね西郷さんはそういう人やったんだと思いますね。という話をこちらのご住職がいろんなとこでされていると、うん、なんと徳川義信の掛け軸をいいいたただそうううです、うんうん、えどういうことこの薩<は>摩のゆかりのあるお寺のご住職が、はい「 西郷さんのモットーである「うん、経典愛人の話をしたところ、うん、なんとですよ、うん、幕府側の徳川慶喜さんの掛け軸を持っている人が、はい、そんなに、うん、西郷さんはいい人なんだったら慶喜、うん、さんの掛け軸もお譲りしますと言って受け取られたんです。うん じゃあ一緒にね、並べてかけると、とてもいいなってことですね。<laughs> そうですね。まさかの幕府を倒す方と幕府の人の。有名人二人の掛け軸が並んでるんです。うんうん、じゃあ、その吉野喜さんの掛け軸には何と書いているか。うん、内容としてはこういうことでした。うん、悠然と待てば、大きな流れも小さな流れも家宝を届けてくれる。うん、なるほど。 上は分からんけど、<laughs> まあ、ゆったり。待った方がいいってことですか。そういうことですねです、まあ。将軍さんという立場からすると。<laughs> はい、自分から何か行動す、できるわけじゃないと、したくてもできないし。流れを待つしかないんだなと。はあ、それが、今待つことがきっと。 この後のいいニュースを届けてくれる家宝を届けてくれるという意味なんです、うん、いつから書いたんでしょうねそれをねこれは勉強してから書いたんかなそうなんですよこれはですね質問したんですけどもわ、うん、からないんですよからない、ね、やはり譲り受けたものなのでわからないんですが、うん、まあどちらかといえばアグレッシブな西郷さん、うん、下級武士から始まって自分で、うんうん 世の中を変えていくというのとはい、はい、立場を守らないといけないという吉野部さんの2人のねある意味両極端なタイプの人間の掛け軸が同じお寺にあるという。うことですを同時に見ることができるのがこちらの即朱院さんです。ね、そうですか さらには、うん、こちらの境内には明治維新に至るまでに亡くなった薩摩藩氏524人の名前が書かれた5つの石碑があります、うん、これは西郷さんの自筆ですそうですかなるほど。もちろん方角は西に向いています薩摩の方に向いていますうん,うう、ね、うんなるほどうん 新選組ファンとしては、辛い話じい、<laughs> そうだ <laughs> <laughs> ったんですか <laughs>。辛い話だったんですか。なるほど。いいよどうぞ行って。では、最後三箇所目です。はい、伏見区にある大黒寺、大きく黒い寺と書いて、大黒寺さんです。は 平安時代初期に建てられた言宗のお寺です、うん、お墓もありますし隣に保育園があるというもまさに地域のお寺なんですが、うん、江戸時代の初期にこの近くに薩摩藩邸が置かれましてうん、うん、島津家の守本尊である大黒天が祀られていることから薩摩藩の祈祷所になりまして名前を大黒寺に変更されました、うん、通称薩摩寺とも呼ばれるそうです。<ー>ご本尊の大黒典は、はい 空海が掘ったと言われていまして60年に一度だけの公開ですああ、秘仏ですね次回は2044年そうですか大きさは24センチだそうですうん。2044年か前回は1984年に公開されたそ,そっか生きてるかな <laughs> 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 はい。ということでねあの、うん、ご本尊は今回見学できないんですが、うん、こちらで見られるのは西郷隆盛と 大久保利道がたびたび集まって議論した階段の間という部屋です八畳と六畳の和室の部屋ここでは西郷さんが使ったと伝わっている一枚板の一畳弱ぐらいある大きなテーブル、うん、机とすずりがあります、うん、この二つなんと触ってもいいんです、うん ただし、写真撮影は禁止です。へえ、触ってもいいけど、写真撮影は禁止。そうなんですよ。面白いね。へえ、硯触りますと、手が黒くなりました。はあ。墨がついてましたか、まだ。はい。へえ、なかなかね。使ってはるんかない今ね、今その、今使ったばっかって雰囲気ではなかったですけど。かつて使ってはった、西郷さんが使ってたというものです。そうですか。うん。まあね、いろんなところで、密談をしていた月商さんと。うん。 さらに、大久保さんと喋っていたのがこの伏見の町ですから、まあ、伏見の町では、船がね、交易、うん、をしている町ですから。はい、都会の人たちを見て、明治維新、明治はどんな時代にしようかなということを考えていたのかなというふうに感じるお寺でした。ね、ちょっとね、うん、あの、中心街からは外れてますからね。そうですね。密談にはいいとこでしょう。今回、大黒寺さんでは、うんえー、見られるものもう一つありまして。はい、寺田屋事件で犠牲になった九人の薩摩藩士の、うん。 お墓があります、うん、これも西郷さんが建ててお墓の名前は西郷さんの自筆なのですね、うん、ね本当にあの部下からは慕われてた人ですよね、うん、この人は本当にそうなんですよね、うん、あのいろんなところ今回見学しましたけどもいろんな人といろんなところで議論していた、うんね、京都にまあ何回も来てあるからねこの人、うん、さらに、うん、強い信念を持っていて、ね、部下 自分の下の人を大事にしていたんだなっていうのがよくわかります。まあそれは本当にいろんな逸話で残ってますね。ねえー、まあ西南戦争ももうほ言うたらそれで起こったみたいなもんですからね。そうですね。薩、えー、摩に帰って自分の作った私学校の学生たちとね。確武士たちの思いやもんねあれは、ね、一緒にやったわけで、まあそれがある意味ねあの義に強い、うん、義に熱い人物だったがために最後不器用な人生だったのかなというふうに見ることができますね。うん、はい。 大黒寺さんは京阪や近鉄の丹波橋駅から西へ歩いて7分、伏見区役所の近くです。うん、今回今日の冬のキャンペーンでは1カ所600円で配管することができますので、うん、いろんなところで西郷隆盛、瀬古丼を感じていただければいいかなと思います。うすね、も,うもうね、ファンの方には本当に楽しいツアーになりそうやね、これね。ぜひ。慎吾のビビビッときたぞでした。 さあそれではここで今日のプレゼントのお知らせです今日はあのご紹介しましたチョコレートの中からふふふアンさんの小杖、えー、最初にご紹介したものですね、うん、これのココア抹茶紅茶味をセットにして3人の方にプレゼントをさせていただきますオフをチョコレートでコーティングしてあるという もうちょっと変わった、もう珍しい食感をぜひ楽しんでください。宛先です。メールの方は京都アットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。おはがきは郵便番号五三零の八三零四。M. B. S. ラジオ福本慎吾の京都ビビビの係までお送りください。締め切り一月二十六日金曜日。到着分まで有効とさせていただきます。ぜひメールやおはがき。 には、えー、感想ですとかこれから取材してほしいこととかねいろいろ書いていただくと嬉しいですよろしくお願いします待ちしてます、はい、さあそろそろエンディングなんですが皆様からいろいろメールをいただいておりますよこちらは、えー、私は慎吾くんが大好きですありがとうございます水田氏のひろこさんです、はい、絶対聞くようにいつも次回の予定日をチェックしております 私の希望は一般人も入れるような大学の食堂を案内してください,っていうああ、なるほどね、うん、私の通っていた同社大学、はい、一般の方も入れますはい いいですね。そういうのね。はい、最近なんか大学の食堂って充実してんねんね。そうなんですよ。ね、安くてねおしゃれじゃないと学生さんが食べないらしいんです。へえ、そうなの。でしょう安かったら良かったけどね私たちの頃はね。<laughs> そうですか。それからこちらは、えー、京都府津付き郡のですね、えー、千秋さんですね。今回も放送ありがとうございました。私は冬の京都が大好きです。うん、福本アナウンサーは京都のたぬきうどんって好きですか。あー 寒い時に最高ですよっていうたぬきうどんっていうのはあんかけのうどんですよねあそうなのはい。で、京都のうどんどちらかっていうと、はい、やばいんですよたぬきうどんみたいにコシがあるわけじゃなくて逆にやばいのでこう喉で食べるっていうですね、<ー>歯で食べるんじゃなくて喉でもう<ー>いわゆる飲むように食べるというのが特色なんですたぬき天カス乗ってるの 店によると思いますけどね京都はまたちゃうんかあんかけなので暑さが中に閉じ込められるので寒い京都にぴったりというそうなの食べてみたいまた違うんやねそうなんです面白い京都って独特やね本当にそうですねこの歴史の中でいろんな食へのこだわりと工夫い。今日のバレンタイン食もそうでしたけど新しいこともやらなあかんし新しいことも好きよね京都人はねらかねね面白いだそのセットで京都 っていうのがね、進化していくか、ソニーね、最近外国の方が増えましたので。多いね、多いね。そういう外国の方との新しいコラボっていうのを見られるなというふうに感じます。京都もどんどん変わってますからね。はい さあその次回チェックしてますというね皆さんのご期待に応えて次回はいつですか二ヶ月後なんですが意外にあっという間です三月四日日曜日の夜八時からですもう三月四日かちょっと暖かくなってるよねちょっと暖かくなってるけど京都はまだ寒いかなっていうところでもあるんですけども三月どんなネタかなそうですね三月意外に難しいんですけども皆さんに喜んでいただける新しい情報を持ってまいりますはい それでは、また三月にお会いしましょう。福本慎吾の京都ビビビ。ビビビ次は三月四日。